賃貸不動産経営管理士試験を受験された皆さん、どうもこんにちは。レ e c 1 0 0 0コースの友次です。はい、まずは試験お疲れ様でございました。はい、結構大変な試験でしたね。ということでですね、今回こちらの動画ではですね、まあこの今回、えー、今年のですね、賃貸不動産経営管理士試験について、まあいくつかお話をしていきたいと思います。まず、まあ結構毎年のことながら難しい試験でございました。 はいでですね今年もまあ、個数問題が結構多かったじゃないかなという全部で11台ですね、はい、えー、個数問題があります。で組み合わせ問題もまあ、全部で3台出題されているということになりますのでまあ、結構、これだけでもね結構んまあ、難しいなあっていうふうに思うには十分な、えー、ものだったと思います。でですことし、今年まあ、どういう問題が出ていたのかというところを少しお話ししていきたいと思います。まず はい。まあ、今回の特徴として一つ挙げられるのがまあ民法ですね。はい、例えば問いの22番。 あたりは共有のお話で問いの26番の選択肢のうあたりはまあ定当権のお話ですねでそれから問いの45番の選択肢の2番あたりはまあ、相続のお話になりますでここは、まあ、民法の問題結構出てはいるんですけれどもこの今リストアップした問題っていうのは 例えば、まあ、皆さんが、宅建試験とか例えば管理業務主任者試験とか、まあ、そういった他の資格で、ね、民法の勉強をしているというのであるならば、まあ、そんなに難しい問題ではなかったかなというふうなものなんですけれどもやっぱりあの賃貸不動産経営管理士試験のみを受験していますよという方からすると、まあ、なかなか、ね、その賃貸不動産経営管理士の対策の中に、まあ、入っているかどうかというところはなかなか難しいかなというところになりますので。 まあやっぱり来年度以降ね、まあ、もしその賃貸不動産経営管理士試験を受けるっていう方、まあ、聞いていらっしゃるとするならば、うん、まあやっぱり民法については例えば、その宅検試験とか管理業務主任者試験とかの対策と同じような対策をしっかりとまあ取っておく必要があるのかなというふうにまずはまあ感じ取れたかなという感じですね。はい、それから次に設設備備のところですねは,いえー設備は まずは問いの14番で換気設備それから問いの17番で、えー、排水とか通気設備ですね。 でそれから問いの47番そう免除科目のところでもですね、えー、給水設備の方が出題されております。でまあ、設備というには若干違うのかもしれないんですけれども、まあ、問いの6番で浄化層についても、えー、出題されているということになります。でですねこの設備のところなんですけれども、まあ、例えばその今はまあ純粋な設備のお話をしましたけれども例えば点検とか劣化とか構造とか、まあ、そういう建物全体の、ね、お話っていうふうに広げていくと やはりそれなりの出題量というふうにはなっております。ということになりますのでまず、そこの部分の対策もしっかりと取らなければいけないということを、まあえー、今回の学習からもね試験からもね見ることができたんじゃないのかなといいいうに思いますはい、であとはですね引っ掛け問題ですね。 引、はいえー、っ掛け問題も、まあ、いろんなタイプの引っ掛け問題があったんですけれどもまあそうですね特徴的な引っ掛け問題と言いますと問いの11番あたりがですね本当に、えー、特徴的だったんじゃないかなというふうに思います。でどういうことかと言いますと、まあ、問いの9番で「原状回復ガイドライン」の出題がされていてで問いの10番で「原状回復ガイドライン」の出題がされていてという形で まあ、2問連続で現状回復ガイドラインの問題が出題されているわけですで問いの11番もまあ、あの問題文のね、えー、最初のところには賃貸住宅における現状回復に関する次の記述のうちという風うに、まあ、やっぱり現状回復というようなワードが出てくるわけですなのでまあ、問いの9番問いの10番で現状回復ガイドラインの問題を2台解いた後でまあ、やっぱり問いの11番見ると ま,あやっぱりまたね、ええ、あ,あ、現状回復の問題が3台連続で来ているのかなっていうふうに、まあ、頭の中のモードがそうなってしまうわけですよね。で頭の中のモードがそうなってるんだけども実際は全然違うことを聞いているよっていうそういうタイプの問題ですね。えー、選択肢の1番なんですけれども、はいねえー、聞いている内容は実は少額訴訟の内容でした。ね、60万円以下ってていいうあれれですよねそ,うそこが聞かれてるで知識自体は まあやっぱりね、その昇格訴訟の知識っていうものは、まあ、やっぱり賃貸不動産経営管理士試験ね、ね対策取る中で確実にやっていたあーものだと思うんですけれども、その流れでいきなりこの知識がちゃんとパンと出てきたかどうかっていうところですね、はいそれは結構、差がついてしまったのかもしれないと。ははいまああ結構あののの他ね資格試験とかではあの 頭の中のモードをその、ね、単元のものに固定させておいてで、実は全く違う単元の基本問題を出してくるっていうのは結構引っ掛け問題のまあ上等手段といえば上等手段なんですけども、まあ、今回それと同じようなことをやってきたなあという感じですねはい。ですのでやっぱりそういう引っ掛け問題に対する対策というものもまあこれからさかん、ね、先考えていかなければいけないんじゃないかなというふうに思います。ははい。で、であとはですね、 うん、どんなお出題があったのかって言ったらば、まあ、あとは2年連続で「市の告知ガイドライン」えー、こちらが出題されているってところですね。はいまあ、昨年出ていて、まあ、今年どうなのかなっていうふうに思ったらやっぱり2年連続でこの「市の告知ガイドラインの」の、えー、問題が、まあ、今回でいうと問いの40番になりますかね、えー、問いの40番でまあ出題されているという形になってくるわけです。はいでえー、まあその反面ですね まあ、昨年出て今年、まあ、出るんじゃないかなというふうに言われていた簿記、まあのお話が出題がされなかったというのも、まあ、一つ特徴なのではないかなというふうに思います。はい、でそれからですね、えー、税のところの部分になりますけれども税のところの部分で、まあ、どんな問題が出てきたのかといいますと、まあ、いわゆる、まあ、ここは ですね、問いの49番ですので免除科目のところにはなるんですけれども、まあ、免除科目のところで、まあ、いわゆるインボイスのお話ですね、えー、そこの部分も出題されているよっていう形になりますでこのインボイスにつきましてはですねはい、まあえー、レックの方でね、えー、人体管理士合格の取説という本に、えー、ね、えーまあ、こちらの ねえー、まあこう取リの本があるわけですけれどもこの取説の本の本の、はい、こちらですね、えー、情報提供サービスというですね、まあえー、別刷りのやつがありましてまあこれ PDF でねあの購入者にお届けしているっていうやつですけども、まあ、そこのところに はい、まあ今年出題が予想されるよっていうことで、まあ、インボイス制度についてはですね、はい、まあ、えー、記述がありまして、まあ、ですので、えー、ここの部分を見た方っていうのはまあ、えー、解けるんじゃないかなというふうには思います。まああの正解紙っていうわけではなかったので、まあ、別にここのインボイスに対する知識がなかったとしても、まあ、問題は解けるといえば解けるんですけれども、まあ、やっぱり知っているとね、まあ、選択肢1個、えー、ね判定できるっていう意味では。 はいまあ、精神的には結構楽になるんじゃないかなというふうには思いますので、まあ、やはりあのそういう最新の情報っていうものをしっかりとねえ押、ー、さえながら、まあ、学習をしていくと、えー、いうことが重要になるんじゃないかなというふうには思います、はい、であとはやっぱりねえー、この資格はやっぱり賃貸住宅管理業法です はいでこの賃貸住宅管理業法をやっぱりどれだけねしっかり問題取れるの取れるようになるのかっていうところが、まあ、大事になってくるんじゃないかなというふうに思いますただこの賃貸住宅管理業法もどうやって学習していくのかっていうところを少しね、えー、まあ、ちょっとここ 一問ほど見ながら、えー、説明していきたいいと思います、まあ、問いの2番、えー、なんですけども問いの2番で管理自宅契約重要事項説明に関する次の記述の知たらしいものはどれかという形でですね、まあ、重要事項説明の問題が並んでおりますで重要事項説明で、まあ、これを説明しなければなりませんよっていう形で、えー、リストアップされてるものがあると思うんですけれどもはい、まあ、今回ね、えー、とこちらの取説の、えー、本をちょっと、えー、見ながらやっていきたいと思います例えばですね はい、えー、選択肢の1番ですねはい、えー、選択肢の1番ではではすね管理業務の実施方法に関し回数や頻度の説明は不要であるというふうな取材がされている。 まあ答えはですけども、はい、管理業務の実施方法に関しましてということなんですけれども、まあ、こちらね、ね、えー、取セツのテキストだとここに、はいえー、載っております、はいえー、112ページですね管理業務の内容および実施方法というふうにあるんですけれどもさあこれ、ねえーまあ、例えば、重要事項説明どんなものを、ねえー、説明しなければなりませんかという説明事項のところで管理業務の内容および実施方法というふうなことを覚えているだけでは、まあ、今回、この問題は解けなかった。 ってことになるわけですよねそうどこまで学習しておかなければいけないのかというとここです。はい、えー、回数や頻度などを明示して可能な限り具体的に説明する必要がありますと、えー、いうふうなここの記述までちゃんと終えたかどうかですね。はい回数や頻度の説明これがいりますかっていうところになりますね。まあ選択肢の3番もそうですよねはい えー、管理業務を実施するのに必要な水道光熱費が報酬に含まれる場合、水道光熱費の説明は不要であるというふうにありますけれども、これもですね、まあ、112ページの、はいえー、丸5番のところですね、はい、こちらですね、えー、報酬に含まれていない管理業務に関する費用であって、えー、賃貸住宅管理業者が必要,必要とするものというふうにありますけれども、はいまあ、こちらのところで、えーなんかね、水道光熱費、えー、空室管理費とかって書いてありますし、まあえー、選択肢の4番ですと、えー、113 ページですかね、はいえー、113ページの7番のところですね、はい、責任および面積に関する事項っていうところに、はいえー、こちら。 ま,あまずあの4番の問題文がですね賃貸人に賠償責任保険への加入を求める場合や当該保険によって保障される損害について賃貸住宅管理業者が責任を負わないこととする場合その旨の説明は不要である、まるか罰かという問題ですけども、まあ、ここの部分ですねはい、えー、ここの部分をしっかり見ていけばあこれは罰だなというふうに判定できるというところになりますので、まあ、やっぱりこういう細かいところまでしっかりとちゃんと押さえられているかどうかというところですね。だから大雑把 たにざっくりと捉えればそれでいいやっていうわけではなくてここの賃貸住宅管理業法に関しては、まあ、こういったところまでしっかりと学習しておかなければならないということが、まあ、今年の問題から見て明らかになってくると思います。 さというふうな感じになりますので、うん、まあこれでね、えー、例えば、まあ、皆さん、これをご覧になっている方の中で、ですね、えー、まあ、ちょっと、えー、今年ではなくて、来年ね、賃貸不動産経営管理士の勉強をしたいというふうになった時に、えー、まあちょっと今年の問題ってどうだったのかな、これからどう勉強すればいいのかなというふうに、まあえー、考えて、ですねこの動画をご覧になっているという方もいらっしゃると思います。まこ、あ、このの今年の問題かかから見る限りりういいいっっった対策をしっかりと取っておかななけければ ところはまず、えー、認識持ってておいいくださいで逆にまあ今年受けた方そういう対策までしっかりとしっかりとできていればまあ結構ね、えー、いい点数を取れたんじゃないかなというふうに思います。はいでですねまあ皆さんが一番気になるであろうね、えー、まあ 今年の合格点点が何点なののかかとかですね,、はいまあえー、ね今年の問題が、まあね、優しかったのか難しかったのかどうだったのかとかですね、まあ、そういったところを、まあ、聞きたいっていう気持ちもあると思いますけども、はい、それについては、ですねちょっとまだ情報が揃っておりません。えー、ですので、まあ、現段階でなかなかねちょっとそういうことを、ねえー、言うのがなかなかか難しいんですね。 はいで今、あのこれ皆さん、えーまあ、動画でご覧になっていると思いますけれどもレックのホームページの方で、えー、正解一覧表という形で、まあ、一応あのレックがですね、えーまあ、予想の正解数として、えー、この、うん、ね問いのナンバーは何が正解なんじゃないんですかっていう正解の一覧とですねはい、えー、合格推定点というふうに書いてあるものをですねはい皆さん ねえー、ダウンロードできると思います PDF でダウンロードできると思うんですけどもやっぱりあのここの合格推定点のところにはですね、はいまあ「後日公開予定」というふうに書いてあります、はいまあ。これなかなか難しいのは何かというとですねやっぱりこの合格推定点を出すのに必要なのは、まあ、当然のことながら、まあ、我々のねまずは肌感覚っていうのは、まあ、もちろんあります、はい。でもそれだけではなくてですね、えー、皆さんのデデーータタがが頼りりになまますこれれ集まってくる多多ければ多いほど まあやっっぱり正確になっていくわけですはいですのでちょっとですね、えー、データがまだ集まってないというこの現状の段階ではですね、まあ、なかなかこうレックとして合格推定点は今年は何点ですよっていうところを、えー、ちょっとこの場で発表することはできないという形になりますはいということで、えー、皆さんにぜひお願いがございましてですねはい、えー、皆さんがですね選んだ、はいえーね、番号、えー、こちらをですね はい是非ですねレックの方にですね、えー、お知らせいただければというふうに思いますもう本当にこのデータの数がすべてでございますので、えー、これがどれだけ集まってるのかっていうところが重要になりますので、まあ、ちょっとそこのご協力をお願いいたしますでまあ,あの肌感覚というふうに、えーねえー、なりますしまあ、ちょっとこれはあくまで私の個人的な考え方なのでまあちょっとどうかなというところはあるんですけれどもまあ個人的な考え方で言うとまあ うん昨年よりかは解きやすかったんじゃないのかなという気はします。はい、えー、昨年より若干解きやすい感じはあると思います。ただ、まあ、えー、先ほども言いました通り、それがまあ、うん、ね、それは私の感覚なのであって、えー、ちょっと集まってきたデータが全然それと違うデータっていう形になってくると、やっぱりまあそこはねわからないですけどもん、まあ感覚としてはそんな感じかなというところでございます。 はいということでですね、まあ、とにかくですね、はい、えー、受講あのー、今日受験に行った方は本当に一日お疲れ様でございました。はいね、えー、結果は気になるというところになりますけれども、はいまあ、やっぱり、えー、合格発表日までは分かりませんので、はいとりあえずはですね、えー、今日は本当にゆっくり休んで、ですね、えー、明日以降、またね、えー、通常の生活に戻って頑張って、えー、ね、 日々を過ごしていきましょうということになりますそれではですね、えー、今回はこの辺にて終了したいと思います、えー、皆さん本当にお疲れ様でした